今回のね、義経がとにかく泣けた。 特にあのね、ラストの方の、須田くんの横顔とか、あの切ない顔を見るたびにも、もうあの顔だけで泣けるよね。パパが後ろの方でさ、時政パパが久方ぶりにこうやり直せるみたいなね、経験をこれから積めばいいんだ、まだまだだとかって言ってくれるんだけども、その前にある、義経の顔があまりに切なすぎて、パパの声が遠くに聞こえるって感じで、もう切なかったよね、今回の義経は。 一回りも二回りもも二小さくなってた。八幡菩大菩薩が乗り移っていたあの生き生きしてた戦場でのあの義経がこんなにもっていう一体何がっていうなんかもう本当に運に見放され神に見放されありとあらゆるものに見放されて一回のさただ愛に飢えていただけの青年に戻っちゃったって感じがつらかったですわ。うん あれ時期的に壇ウ浦はいつぐらいで義経が来たのが冬だから、うん、あれどれぐらい期間が空いてんの 本当に冬に冬やややっっってててきたのああやってやってこないからそこをまず言っとくけどあそこの一つ重要なのは時政パパが京都に行ってもちろん義経散策っていうのも一つあるんだけれども後白河法朝廷と守護寺等を、ね、西国に置くっていう、ね、それによって頼朝の権力がぐわっとこう全国に広がる強力になるっていうものすごい交渉をやってのけたっていうのは本当です。たただそこに義時がついてきたか っていうと、まず記録がないし、うん、さらに言うと、その時政パパのところに、時政パパは義経捕まえろって命令されてきてるんだから、義経が行くわけがまずないのよ。捕まるんだからね。まあ、まあ、でもそれをもう逃げるのには疲れた。捕まえたくば捕まえろって出てきたっていうふうにしたのは、あれは演出だからね。もちろんなかったとは言えないよ。なかったとは言えないけれども、あそこに義経が来たってことにしたのは、三谷さんの脚本だから。 だから史実で義経はいつ来たのって言われても私にも分かりません <laughs> <laughs> それは私の読んでいる「吾妻鏡」には出てこないしって感じだからじゃあその守護持統のが決まったのはいつぐらいなのえっと4567まだ、あ、半年以上は経ってるね、うん、半年ぐらいは逃げてた手で戻ってきたっていう感じにしてるのかなじゃああの大活躍 かからわずか半年であんなに歴史もあってたまにさ次の場面が何年後とか平気であるやんもしそういうのかそれとも1 2ヶ月しかかか経っっっててなないのかどっちかなと思壇ノ裏が終わってでもだからそんなにはね立ってない状況でもあそこまで本当にもう坂道を転がり落ちるような転落だ壇ノ裏で買って都でちやほやされてこうお兄ちゃんともめてでお兄ちゃんともめた後だからまだお兄ちゃんともめて都に帰ってる時はまだまだ都での人気はあった わけよねその後前の動画でも言ったあのとサボ農房少春の暗殺事件っていうのがあってそれで無本を決意して上落するっていうのがあったからそこまで本当に半年経ってないもっと短い時間っていうので戦略してるんですよねそこで逃げて逃げて多分数ヶ月逃げたっていう設定なんだと思うけど逃げてこうああいう落ちぶれて時政パパの前に出てきたって感じなんですよねミノのような服みたいなのがなんか <laughs> 他に服はなかったのかっていうぐらい悲しさがもうそこで。服で <laughs> 服で。服で, <laughs> でも私はなんかちょっと武将髭で <laughs>。 なんかあんなに美しくツルツルスベスベだとった、ね、あんな日生やしちゃってとか思ったけど実際は部署火生やしたりとかはあったかもしれないけれども隠れ住むとかちょっと人相を変えるとかっていうのであったかもしれないけど実際はね実はあの各地に義経をかばっていた人がいてお坊さんだったり老頭の一族のね幹人だったりその縁者だったりっていうのでそういう人を頼ってあちこち都の周りをね 近畿のあたりをね、点々としてたんですよ。支持者が全くいなかったわけではないんだけれども、頼朝がそれを一つずつ潰していったんですよ。あそこにかくまわれてると言っては、そこを討伐したり、捕まえたり、尋問して、僧侶なんかはね、ある義経をかくまった僧侶なんかは、鎌倉にまで引っ張って来られて、どうしてかくまったんだって言って、尋問を受けるとか、そういうことをやって、どん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 、ああ、義経をかばったら命が危ないとか、ああ、義経をかばったら鎌倉殿に捕まるとか、そういうのがだんだん広がって、徐々に徐々に,徐々に に誰もかばってくれる人がいなくなったので平泉に逃げるっていうそういう風な流れはあるんですよね。うん、それくらい厳しく取り締まっていたのでそれでもカバーを支持者っていうのはいたけれどもそれを指揮する側の時政パパが会うのは現実問題としてはなかっただろうなと思いますけどね、うん、もちろんそのあそこがあるから 私たちはこう悲しく吉常の気持ちっていうのが分かって、うん、時政パパと同じになんかやり直してほしいっていう思いにもなれるんで演出としては素晴らしいけれどもリアルに時政パパがあれを言うっていうのはなかっただろうなとは思います別の人が言うっていうのはあったかもしれないけどねそういう輝かしさを捨てて再起を図るんじゃなくて静かにね生きられませんかっていうのは言った人はいたかもしれないけどね、うん、でもやっぱりあれだけ花のある人なんでね最終的にそこまで思いきれなくて平ら 平泉に行っちゃうのかな。平泉に行くとね義時じゃないけど火種になるのはもう明らかなので、うん、かばってくれるかくまってくれる人がいなくなってやもなくっていうのもあるしやっぱどっかもう一花咲かせたいっていうのもあったのかね義経にね。 なんんか明るい話題があらへでもほらあの八重さんが言ってたじゃないですか頼朝に。子供たちは最終的には相手をね信じて相手を思う気持ち、うん、信じる気持ちの方が上回るから仲直りするんですよって、うん、あなただって相手を信じる気持ちがあれば仲直りできるはずでしょそれができないんだったら子供以下でしょって言われて頼朝がすごくね悪みたいに言われてるけど頼朝も私は 切ないなと思ってそんだけ身内も信じられない最初全然誰も信じられないル人のね状況から徐々に徐々に人をたぶらかすことによって打倒平家っていう夢をね実現して実現したら今度は信じていた身内を切らなければならなくなってしまった夢の実現のために御家人たちを手なずけるためにいろんなたぶらかしをやったせいで一番信じてた身内を 切っていかなければならなくなったっていう、それはそれで頼朝も,も気の毒だな、切ないなとは思うんですよね。 これからずっとこんな,んなんでしょう鎌倉時代って上級の乱ぐらいまでの上級の乱ちょっとあとぐらいまでの本当に鎌倉の初期の初期創世期の頃の襲殺された人殺された人の人数と後に百何年ある間に襲殺された人数が比べたら前半の方が多いのよ年年。それを私たちはこれから見ていかなければならないから覚悟がいります。<laughs> すすっっっっごいいねね壮絶なな内がが起こたたたのは頼朝が早く死んんじゃゃせいなんですよ、ね、休止しちゃったからもうちょっと頼朝があの権力握ってしっかり地盤を固めて統制取った後に亡くなってればそこまでひどい権力闘争はなかったと思うのでだからね頼朝が早く死んじゃうっていうのも、まあ、運命のいたずらか義経殺しちゃった報いかその辺は分からないんですけど。 主人公の影がいいつまで経っても薄い <laughs> 主人公は多分最後まで影は薄いと思います。<laughs> このあとのし上がっていく強くなっていくのは雅子だしパパだし上級の乱で一番かっこよく戦うのは息子だし今の金剛君って言ってね後の泰の時だし彼は常に裏方でいろんな人に振り回されながらその状況状況で変わっていくっていうのを見せる類を見ない裏方主人公なんだと思います。<laughs> でも今の義時がいなかったら頼朝のねああいうのもないし政子も天将軍弟の影のあれがなかったらそこまでないしパパだってやっぱり義時がいなきゃっていうなんかやっぱり義時がこういう感じで影のようについている主人公っていう感じなのかなだからあんまり表に立つことはほぼない主人公だと思っていただいていいと思います。これ主人公言わへん。<laughs> 縁の下の縁の下の力文字的主人公なのそこを楽しんでいただければと思います。<laughs>